Cyprus representing the United States of America, Brian Boitano。 さあ大歓声、アメリカのブライアン・ボイタノ登場しました。テクニカルプログラムでは25人のうちの1番スタートで直後に失敗。今日のフリーではプロらしい演技を期待したいと思います。テクニカルプログラム第8位です。フリーの演技は4分半です。トリプルルッツ決まりました。しかも片手を上げてのジャンプ。スピードを上げてトリプルアクセル、ちょっと引っかかりました。その後ダブルトーループ。トリプルフリップからダブルトーループ。ここでスピンに入りますが、上位進出を狙うにはジャンプの切れ味、それが一つの課題です。安定感があります。難しい技です。オリンピックは88年カルガリーで金メダル。あれから6年。3回転半、あと1分というプログラム終盤に近づいたところで決めました。そしてここでも3回転。
ライアン・ボイタのアメリカ、さすがプロフェッショナル。今日のフリー演技では見せました。金メダルへの可能性はほとんど絶望的ではありますが、しかし上位進出はまだ可能。30歳オリンピックへの再挑戦、ブライアン・ボイタノにまだ青春のあふれる演技残っています。成功のコンビネーションジャンプを見てみましょう。鮮やかなコンビネーションジャンプでした。さあ高い得点が期待できそうです。隣コーチのリンダ・リーバーさん、この後得点を待ちますが、テクニカルメリットで技術的評価、アーティスティックインプレッションで芸術的な印象を見ます。それぞれ6点満点、9人のジャッジです。本人も今日はやれたという満足感にあふれた表情。テクニカルメリット出ました。 5.4 が低い点ですが、最高はルーマニア 5.7、 平均すれば 5.5 というところでしょうか。もう少し出てもいいかなという、場内は期待の拍手もありました。そしてアーティスティックインプレッションです。こちらは高くなりました。 5.5 が3人いますが、 5.8、 5.7 が多くなりました。アメリカ、ブライアン・ボイタノ、今日はやはりプロとしての魅力のある演技を示しました。5.6、5.5、5.8、5.7、5.5、5.7、5.5、5.7。 Thank you.